皆さんこんにちは、 T&T ギターラボです。前回ですね、横板の厚み調整を行ってきました。それで、今回もですね、前回に引き続き横板の加工になるんですけれども、今回の動画のメインとしては横板を曲げていく作業になります。ただその横板を曲げる前にですね、ギターの高さというか厚みというか、そういったものを、決めていかなくちゃいけないんですけれども、僕はですね、こういった、型紙を準備しています。で、この型紙が何なのかと言いますと、ギターというのは、まあ皆さんもご存知の通り、こういった形で、ひょうたん型の形をしています。で、このひょうたん型の、形をこうそのままグッと引き伸ばしたような、厚紙をですね、僕は準備しています。で、この厚紙に沿って、まあ、この横板の上に実際に置いて、トレースしていくと、まあ、そういったことで、この横板の、高さをこれから決めて、まずその高さをざっくりと、削って、でその後に、実際に曲げ作業に入るっていう感じですね。それでは毛書きの方を行っていきます。それではこれから毛書き線に合わせて、カットしていきたいと思います。反対側の横板もカットしていきます。今こんな感じで毛書き線のだいたい外側2ミリぐらいのところですかねに、合わせてノコギリで切っていきましたので、これから毛書き線のところまでは、カンナを使って、線ちょうどのところまで、削っていきたいと思います。カンナで削っていくときはですね、木材の木目方向をしっかり見て、作業をしています。この木目方向に逆らってかけてしまうと木がバリッと割れてしまうことも、あるので、特に注意して作業を行っています。それとですね、こういう曲線になっていて、ひらがんなの入らないところは、こういった小さな豆がんなを使って、削っていきます。見ていただくと、外側の毛書き線が、見えるか見えないかぐらいのところですね、ちょうどのところまでカンナをかけてきました。これで一応横板を曲げる前の、作業としては終了になります。これからですね、本日のメインの、作業であります横板の曲げに入りたいと思います。
まず最初にですね、こちら、モールドと呼ばれるですね、木型になるんですけれども、この形が、ギターの形になると、今ちょうど真ん中で、半分になっているんですけれども、この形状に合わせてこれから横板を曲げていきます。それで、その横板を曲げるときはですね、今こちらに置いてあるベンディングアイロンと呼ばれる、ものですね、これから電源入れるとこれ非常に高温になります。で、この高温になったベンディングアイロンに横板ですね、水分を含ませてあげるんですけれども、水をつけた状態で、高温になったベンディングアイロンに当てていくと、だんだんと木材は曲がっていきます。それで最終的に、先ほどのモールド、こちらにですねあるように、綺麗な曲線となるように、このひょうたん型をこれから作っていきたいと思います。アイロンも十分に温まってきましたので、これから曲げの作業に入りたいと思います。はい、こんな感じでですね、ようやく今片側の、木材を曲げることができました。この木材はですね、マサメの木材なので、比較的曲げやすくてですね、あまり歪みですとかねじれっていうのは、起きにくかったんですけれども、板目の横板を使う場合にはですね、ねじれだったりとか、あとはデコボコがですね非常に起きやすくなって、かなり作業はしづらくなります。今回ちょっと久しぶりに手曲げで、横板の曲げを行ったんですけれども、比較的うまくできたんじゃないかなと、思います。とは言いつつですね、まだ半分なので、これからまたもう半分をね、進めていきたいと思います。それでは反対側も曲げていきたいと思います。
ということでですね、今反対側の横板も曲げ終えました。今回は手曲げでの作業ということでですね、やっぱりその木材の歪みですとか、あとはねじれが非常に生じやすいということで、結構丁寧に作業を行ってきました。手曲げというのはですね、ほとんどの工場ではあまり行われていないと思います。もっと効率よく作業するためにですね、この木材を熱してというか温めてプレスで曲げてあげるという方法がほとんどの場所で取られていると思います。それで、このベンディングの終わった横板についてはですね、このようにクランプをしてあげて、この曲げられた状態が安定するようにしばらく保管したいと思います。それで今度は先ほど作ったもう反対側の横板とこの横板をくっつけられるようにですね、まず長さを揃えたりとか、あとはネックブロック、ヒールブロックの加工に入りたいと思います。それではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。